言われたら猫背でしょ。福団治さんみたいな。ほら福団治さん。待てが捨てられまんねや。ゴミ捨てに行かんと私捨てられまんね。わしもいいものまねやな。福団治師匠やろ。はい。福団治師匠。やろ、もっとやって、もっとやって。ゴミ捨てんとあてが捨てられまんねや。しんどい。しんどい。ああ、しんどい。これ、センスで体支えてまんねん。あの音量と、はい、あのボソボソで笑い取れるっていうのはもう、はい、これは名人芸やな。いや名人芸ですよ。普通ほんまにブブー、ホープ高です、何をするだろうってなんだよ。もうどんだけ声出すねんって言うて、はい、いやもう朝鳥のようにね、はい、朝鳥。なんでみんな若手って売れへんあかんやつはダンブーやろな。そういうのラジオのリポーターとかで、はい、若い子決定した時、はい、森脇さん必ず、はい、なんとかって言ったらどうもーって言うんかったら怒るでしょ、やっぱり。若手らしないと。はい、どうもーより、やっぱりそこは。ね、副団治師匠みたいなのが一回出てきて、はい、じゃあ中継だー、ケンちゃん、わしゃしんどいわ。もう誰も捕まりまへんねや。誰も話聞いてくれまへんねん。わてが捨てられまこんなわかこれ誰がわかるんですこれ。こんなんやって誰わかるわ。こんなん言うと失礼だけど、お師匠さんのね、すごくないでしょ、わからないでしょ。めちゃめちゃ似てるし、はいはいはい、名人芸や、はい、知らんやろ。わからないでしょ、まあ、これからな、あのいろんなもう少女芸能で、はい、師匠方がなこれからどんどん死んでいかるから、はい、死んでた時にお葬式行った時の弔辞、はい、が絶対福団治師匠や、はい、お葬式ウォッチャーですからね。その福団治師匠の弔辞が天才や。もう天才やで、ちょっと上見て言わんねん、ちょっと上見て言わんねん、ここで、あの家見はんねん、家見て、礼二章の時とかな、はいはいはい、もう、まず、もう、喋り出すまでが、この家見て、こう、一回会話しはんねん、一分会話しはんねん、ほんでしてから、もっと、いつかため息ついて、シーンとしたとこで、また、なにわの明かりが一つ、消えました。こんな出だしやで。いやーすごいですね。天才やで。いや天才やと思う。詩を読んでるみたいな。そうやね。ほんでもうほんであのなリーダーの時なんか、うん、そうですね。様のリーダーの時なんて、はい、いろんなこと言いながらあんたはまさしくリーダー、舞台の上でも私生活でも侍やった。リーダー。最後ちょっと声はんがリーダーさよおなら。これリーダーのギャグやん、ね、完璧ですよ ね、 完璧やね。それで俺リーダー死んだ時よりもその、うん、あの福沢二将の弔辞で涙ぶわー出るもん。ほんで最後ねお別れの挨拶で、うん、あの横山わさびが笑うからなんやお前は笑うな兄さん顔見て真っ白バカ殿侍ちゃうバカ殿指さえして、ね、あの横山わさび笑うなよ。ほんで俺がわさびがこんなこともお前なかんおかんで死にが見て笑う顔がおるかって言ったら兄さん分かったわ、俺今日正月3日やからあの化粧する人今日休みやったんやろ。弟子っ子が化粧してるわ。もう横山雅美だけは連れて行かないよ。あっさ腹立つわ。でも誘いはない、誘おうとしてな俺らに。顔だけ同罪にね、しよう、うん、顔だけ神妙な顔しちゃうね。わかる、あれ得意ですよ、あいつ嘘やね、はいはいはい、もう嫌いやで、はい、横山まさみがな、嘘弟子ですからね、嘘弟子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 の横山博師匠の嘘弟子や、嘘やねラーメン。今もなシュークリーム差し入れもいたら、はい、これちょっとこう取ってパッと紙切れ置いたらふっと見てます、見てた。ほんであれねパッてやって、はい、なんかゴミ箱にこう捨てんのや思ったら、はい、ゴミ箱なんか要するにここに置いて
なんやねんお前はって。いやもういちいち言わんけどね、みんな喋ってる時やから。嘘やねん。いいやねん。俺はやりましたよっていう顔を俺で、はいはい、俺パッと見ようと、はい、俺もせえへんねん、はい、もう俺がゴミを捨ててるのよ。でももうそんなもん邪魔、絶対まさみやってわかんねん、はい、手で。あのなんか変なジャンパー着てるやろ、はい、変なジャンパーあの柄でわかんねえ。南のあの新世界でしか売ってへんやん。森垣、森垣のやつや。新世界の森垣店の。で、ね、慣れたんか、ほんで。いや、ほんで仕事多いらしいのよ。ジャンボは。ジャンボだったぜ。ジャンボ。通り魔なはジャンボでいいんですか。ジャンボ、マリオが。忙しいんですか。いやいや、もう本当どこにいても目立つみたいで、とにかく見かけた情報がすごく多いんですよ。はい、でも仕事してるだけではなくて、はい、道端とかでも見たねってよく言われます。スカイツリーと間違ってた。でもね、やっぱ女の子って不思議と仕事しだすと見られるやんか、うん、だからメイクも変わるのかな、うん、髪型も変わるのかな、うん、服装も変わるのかな、うん、ほなこいつが最近ちょっと綺麗なり出してきたんやろ、うん、こいつ初めて博多から出てきて、俺な初次元の時ボーボーやったよ。なんかヒゲ生えてたやろ。唇明太子と同じ唇してな。ヒゲにミルクついてますから。確かに。ちょっとここからな、花緑のな、鳥、ちょっとこう大事でな。花緑の。鳥ちょっとこう大事でな。ほんまに。いや、博多の人って綺麗な人ばっかりやねんで、はい、こいつ見た時は、うん、俺、博多を、うん、って名乗るなって言うなよ。あ、いや、でもやっぱり綺麗になるんですね。綺麗なんだよ。親不孝通りな顔してたけど。派手で、とにかく派手ですね。とにかく派手じゃないですか。ここだけ親不孝通り。言うて。鼻が中すで、中すで。お兄さん寄っていかんと。いや、いとっとみたいな。でも、もう博多から出てきてどれぐらいなの？もう6年目なんですよ。でも6年目でこんなして仕事もらえて、ちょっとずつって言われたら、そうですね。よかったな。そんな姿は想像できなかったですね、こっちに来るときは。まあでも、人生つながからへんもんでな、うん。マリオが俺の番組ラジカンに出たときに、たまたま一回出た、ゲストで出てんけど、そのときに、その、ラジオ関西の営業さんが、車で営業終わって、ラジカンに戻ってくる。まあ自宅に帰るときやった。で、ラジカン当然聞いてはるやん。ほんときに、わーっと思って、この子っていうビビッと来て、自分の妹さんとマリオが広島大学のバレー部で先輩後輩の中です。へえ、まあ、大学も前国立やわこいつ。いや広島大学ですからね。ほんでそんな子が「しょあこの子のことや」言うて、うん、ラジカン局戻ってきて「君か」って言うて、なあ、でそっから変な話でオーディションちょっとやるから言うて、うん、こいつオーディション受けに行ったら、うん、結局何千人の中から通って、今番組持ってんねんで、はい、何千人こう並ぶわけでしょ、こう、こうオーディションで、で一人だけピンって出てるみたいな。だからゆるキャラがいっぱい並んでるんだけど、ふなっしーとかひこにゃんとか並んでるんだけど、たばばちゃんみたいな。カポコンって出てる。へえ、すごいですね。だから人生中なわからんな。だから俺思うねんけど、そのマリオがそこの広島大学に行くまでに中学高校大学と一生懸命バレーボールやってたというのが結局行きたいやで、はい、これわかる。そうですね、おお、はい、すごい。でほんでそれがレギュラーでずっとやって、うん、でヴィッセル神戸の番組やって、うん、昨日もなんか行ってたやろ、はい、パブリックビューイングして1200人、もう司会やで、はい、へえ、前もそうやろ。そうです、ヴィ、はい、ッセル神戸と今共に来てるみたいな。でも J1 の昇格決まったからまた忙しくなるんじゃん。はい、もうちょっともっともっと盛り上げていかないと。いや、はい、でもこのその前まではアビスパー福岡が言ってた女が、アビスパーああ福岡、ああ、それがもう今ではね、言っとっとうから人を言うとやっとに変わってる。もうほんまやね、これ気ぃつけてくださいよ、本当にマリオがビスセル神戸ってやってるけども、こいつは腹の中はアビースパ福岡、アビースパ福岡。だってプロ野球どこの場合やで、ソフトバンク。ほらまだ残ってるわ。ありがとうございました。ありがとうございました。なんていうの、猫背か。